しました。顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。あるあるからいきましょうか。アニメあんま好きじゃなくて鬼滅の刃だけ見てる女大概善逸にハマる。どうもよろしくお願いします。どうも。それ偏見やね。偏見じゃん。これマジやわかる。アニメ全然好きじゃないのに鬼滅の刃だけ見たらってさ、善逸にハマってんねみんな。ええやろ、ハマっても。いや全然いいんですよ。悪いなんか言ってないんで。一応校長さん推しです。まさにこいつ最初善逸やって最初は善逸やったけど校長さんこいつ最初は善逸やって、アニメ全然見えへんのに。アニメ見るな、うん、じゃあ一応例外やな。今のあるあるとはちゃうな。だからあるあるじゃない。うまいで。うまいで。こっちうざすぎじゃあ行きましょう。今日はね、ユーリッチ。ユーリッチってお前さ、えそんなさ、友達みたいにやめろよ。そうユーリさんでも会ったことあんねん。会ったことあります。ユーリさんの、今日はね、まあ、カゴメも歌ったんで。カゴメ、カゴメ、ひよそめだあれ。お前が一番バカにしてるからお前ガチで。俺がユーリッチとか言う以上に悪いことしてるの。ユーリさんのドライフラワー、ね、ドライフラワーということで歌っていい。ドライフラワー歌っていい。ドライフラワー、ドライフラワーみたいに。お前ほんま知らんで。俺じゃバカにしてる。俺これユーリさんとこ届いてほんま知らんから。じゃあこれ一応さ、ユーリさんのさ、このでちょ、お前ほんまめっちゃハマってんねん実は。お前知らんで。俺はユーリッチって言っただけやけど。いや俺ユーリンチって言っただけや。まずこれじゃやばない。ごまかし方クソ変だよ。言いましょう。お願いします。めっちゃハマってますこれ実は。一発いくよ。あーうるさい。上ベトナム人やから大丈夫。それちょっと画角かと思うんですけど。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も君との日々もきっと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 色あせる。多分君じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。声も顔も不器用なとこも、多分今も嫌いじゃないの。ドライフラワー見たく、時間が経てばきっときっと
ときっときっと色あせる。また香る声も顔も不器用なとこも全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっとずっとずっと抱えてよ。ガチ一発やね。よかった。もう？うん、よかったよかった。この歌がまずいいからな。うん、じゃあか。バイビー。間違えてた。この動画が、いいな。ちっちゃいじゃん。この動画が、いいな。と思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、高評価とコメントと、黒いボタン、よろしくお願いします。じゃあ、待って。バイビー。ゆりさん、バイバイ。